ヤロスラフスキー駅は、ロシア連邦モスクワ中央区にある、ロシア鉄道の駅。モスクワにおける9つのターミナル駅の一つであり、コムソモーリスカヤ広場に位置する。9つのターミナル駅の中で最も多い乗降客数を誇る。シベリア鉄道やヤロスラブリ近郊鉄道の、奇襲点駅などとして機能している。駅名は、ヤロスラブリ方面の列車が発着することに由来する。 シベリア鉄道の長距離列車は大半がこの駅から午後の発車となり、オムスク、ウラジオストク、ウランバートル、北京、ピョンヤンなどに向かう。駅は1862年に開業。現在の駅舎は1902年から1904年に、ヒョードルシェフテリの設計で、ロシアの古い城塞を模して建設された。壁は彩色タイルが貼られている。 ちなみに駅舎にはソビエト連邦を表すというキリル文字の頭文字のマークがある。ペテルブルクスキー駅の次のターミナル駅として1862年に建てられた。現在のネオロシア様式の駅舎は1902年から1904年にかけてヒョードルシェフテリの手によって建設された。1910年、プラットフォームとコンコースをレフケークシェフの手により拡張された。 さらに1965年1966年にかけてと1995年に駅の大拡張が行われた。今日では1日に300編成の列車が発着する大ターミナルに成長している。駅前のコムソモーリスカや広場。ありがとうございます。